DT8 型はドイツ・シュトゥットガルトで公共交通機関を運営するシュトゥットガルト路面電車会社が所有する電車の形式。路面電車を高規格化したシュタットバーンで使用されており、仕様を変更しながら2020年現在まで同一形式の車両の製造が続いている。形式名を SDT8 型と呼ぶ場合もある。ドイツ・シュトゥットガルト市内に存在する 路面電車では、1960年代以降道路の混雑を避けて時制を確保するため線路を地下へ移設する計画が進められ、1966年以降、市内中心部の区間の地下化が実施された。計画当初、これらの路線は将来的に本格的な地下鉄へ転換されることを予定しており、それに合わせた企画で建設されていたが、 やがて転換時に必要となる予算の多さが問題視されるようになった。そのため、シュトットガルト市議会は1976年に方針を転換し、路面電車全体を高規格化することを決定した。高床式プラットフォームの導入による乗降の迅速化、期間の変更、車両限界の拡張など大規模な更新とと,ともに、これらの条件に加えて、 旧坂が多いシュトットガルドでの運用に適した大型車両が新たに開発することとなった。そして1981年から1982年にかけて試作車となる2両編成3本が製造された。あと、1985年から量産車の生産が開始された。これが DT-8 系もしくは SDT-8 型と呼ばれる車両である。形式名の DT や SDT は、シュトゥットガルトの二両編成の電車という意味で、数値は、編成全体の車軸数を示す。2020年現在も、複数の企業による長期の製造が続いている DT-8 型は、全車とも変運転台式電動車の奇数番号車と、偶数番号車を、背中合わせに連結する二両編成を基本としており、前面に設置された、シャルフェンベルク式連結機を用いた、 連結運転も行われている。車体は黄色を基調に、側面窓周りが濃い黒や青色で塗られており、丸みを帯びた前面をはじめとしたデザインは、試作車の DT8.1 型から最新型車両の DT8.14 型に至るまで全てハノーファーの工業デザイナーであるハーバード・リンディンガーが手掛け続けており、シュトットガルトの路面電車における伝統的な 塗装である黄色の車体や青色の布張り座席とともに、イメージの統一が図られている。試作者製造当時超低昇電車の開発が行われていなかったため、シュトットガルトのシュタットバーンはプラットフォームが高床式となっており、DT8 型についてもそれに合わせた床上高さ1000ミリメートルの高床式構造を用いることで、結果的に段差なしで乗降が可能となっている。 車体の屋根上には、冷暖房双方に対応した空調装置が設置されている。急坂が多いシュトゥットガルトでの走行を考慮し、制動装置には改正ブレーキが採用されており、下り坂を走行する際に、主電動機を発電機として機能させることで、消費電力の抑制も図られている。また、これを含めた制動装置の機能自体も強化され緊急時の、 効果減速が可能であるほか、編成出力についても、同様の理由で800から1 1 0 0ットと高い数値となっており、最大85%パーミルの路線を途半することが可能である。生体保存されている試作車シュトゥットガルト市電の高規格化に合わせ、道路線での運用に適した車両を研究するために作られた車両。 1981年から1982年にかけて2両編成3本が製造され、それぞれ DT8.1 系、DT8.2 系、DT8.3 型という形式名で呼ばれていた。車体構造は全車とも共通化されていた一方、電気機器や内装については編成ごとに異なっており、それに応じて形式が細分化されていた。 そのため全車とも製造はマンが担当したが、電気機器について編成ごとに、アイグ、シーメンス、ブラウン・ボベリ製のものが使われた。製造当初、シュトットガルトには DT8 系の走行に適した標準機の路線が存在しなかったため、1982年から1983年までは、アルプタール鉄道の路線を利用して試運転が行われ、 シュトットガルトで試運転が始まったのは、同年2月14日以降となった。1985年の開通後は量産車とともに運用についたが、1990年に全車とも廃車された。2020年現在の残存車両は DT8.1 型と DT8.3 型で、同年時点で両車ともシュトットガルト路面電車博物館で生体保存されている。 1985年間、営業運転を開始した高規格のシュタットバーにへ向けて、試作車の実績をもとに開発された最初の量産車。製造メーカーは試作車から変わり、デュワーグが生産を担当した。車体外見や基本的な構造は、床下の塗装を除いて試作車のデザインがそのまま採用され、電気機器も試作車の設計に参加した各企業が継続して、 製造を実施した。ボギー台車の軸バネには、コイルバネ、枕バネには、ゴム製の空気バネが用いられ、横方向の振動を抑制するためのオイルダンパーも、搭載されている。これらの台車にはすべて動力台車であり、出力2 2 2ットの主電動機が一機ずつ、搭載され、ハイポイドギアや、傘歯車を介して動力が車軸へ伝達される。 1985年に最初の形式となる DT8.4 型が登場して、以降、1996年の DT8.9 型まで6時にわたって量産が実施され、車両総数は228両に達した。これらの車両の基本的な構造や性能は同一だが、パンタグラフの形式や低床式プラットフォームに対応したステップの有無などのわずかな差異が存在する。 その後、2007年以降多くの車両に対して、電気機器の交換や、車体の回収、塗装の一部変更など延命を兼ねた、更新工事が実施され、対象となった車両は、形式名が、DT8S 型に改められた。d t 8 5系以降に製造された第一世代の、量産車はすべて更新工事を受けた一方、予備部品が多数確保できたことから DT8.4。 型については大部分の車両が更新対象から外れており、紹介像を受けるのみに止まった。2016年時点では、更新対象から外れた DT8.4 型を、皮切りに2020年から新型車両への置き換えが実施される予定であったが、実際は利用客の増加や新規路線の開通などにより、同年時点でも全車が在籍している。 各形式の車両番号及び製造年は以下の通り、DT8.11 系1999年から2005年にかけて製造された DT8.10 系及び DT8.11 型はそれ以前の量産車から一部設計が変更され、両車体の間に貫通ホロで囲まれた通路が設置され往来が可能となったほか、機器については大幅な刷新が行われ、 三小誘導電動機が初めて採用されている。100両が製造され、2019年以降は機器の更新も行われている。DT8.12 系利用客の増加に対応するため、2012年以降導入が行われているスイスのシュタドラーレール製の車両。同社が展開するライトレール向け車両ブランド単語の位形式で、 基本的な寸法は従来の車両を踏襲する一方、クラッシャブルゾーンを用いた流線型の全面形状やバリアフリーに適した車体、車内構造など安全基準への適合や最新技術の導入が図られている。同年から2013年に製造が実施された DT8.12 系2017年から2018年に かけて導入された DT8.14 型に加え、2021年以降も同系車両の DT8.15 系の登場が予定されているポーランドズゴーティオ4系。ありがとうございます。